シャボン玉は、イギリスの画家ジョン・エヴァレット・ミレーが1885年から1886年にかけて描いた絵画、ファンシー・ピクチャーの一つ。モデルは、ミレーの孫のウィリアム・ジェームズであり、当時4歳くらいであった。本作は、当初、ミレーによって、A ・チャイルド・ S ・ワールドというタイトルが付けられ、 1886年にグローブナーギャラリーに展示された。ミレーは後年になってタイトルをシャボン玉に変更した。ヘラルト、同シャボン玉を吹く少年と生物 a カイベアーズ社の取締役トーマス・ j バラットによって本作の版権が買収され、少年の足元に石鹸が描き加えられ、ペアーズソープの広告に用いられた。 1887年には、新聞社のディレクターであるイングラムによって、イラストレーテッドロンドニュースのクリスマス号の付録に、多色ずりで掲載されている。1914年に、イギリスの石鹸会社、リーバー・ブラザーズ社が、エアンド・カイ・ペアーズ社を買収し、1930年にリーバー、ブラザーズ社とオランダのマーガリン製造会社、マルガリーネユニ社が合併し、 ユニリー馬車が設立された。このため、現在、本作はユニリー馬車が所有している。ユニリー馬車は、ポートサンライトのレディリーバー美術館に長期間の貸し出しを行っている。ウィリアム・ホルマンハント、無くなるもの勝利巻き毛のブロンドの少年が、納屋の中で木切れの上に座っている。彼は、シャボン玉を作って遊んでおり、飛んだシャボンの玉を見上げている。少年は、 100年以上も前に流行った服を身につけている。このシャボン玉の他に画面の奥に描かれた植木鉢で育っている植物は生が儚ないことや美が移ろいやすいことを象徴しており、手前に描かれている割れた鉢は死が避けられないことを象徴している。本作はオランダ画家ヘラルト堂によるバニタスがシャボン玉を吹く少年と生物の影響を受けており、ミレーは当初、 バニタス画を描くつもりであったとされる。法政大学教授の荒川優子は、ウィリアム・ホルマン・ハントが1883年から1884年にかけて制作した、無くなるものの勝利に描かれた泡に、直接のヒントを得てシャボン玉が描かれた可能性を示唆している。ありがとうございます。